ミリでーす。今日は突然ですが姉妹で質問コーナーをやっていきたいと思います。やば。何やばですか。やばかっこ、わー本物だー照らされて。これが YouTube か。いつもやってますよこれ。 Vlog しか私いないじゃん。あ、そうですね、確かに。妹のミリなんですけれども、私の4つ下で旅行の Vlog とかには登場してたんですけど、はい、こうやってなんか、そうそう、こういうのは初めてだから。そうだね、先ほどですね、急遽インスタグラムで募集した質問に答えていきたいと思います。それではスタート。拳になっちゃった。ちょっとお互いの好きだなって思うところ。好きだなと思うところは、あ、でもアミのことをよく人に説明するときに私絶対言っちゃうのは、ほう、迷路快活天真爛漫、もうこれがツートップ四文字熟語で、あと何、有言実行とか強い。え、すごい、だからそれはリスペクトを込めて、あーはー、本当にやりたいって言ったことを実現してないのを見たことがないから、本当にちゃんと諦めずにいつも行動してるんだなっていうのを妹ながら見させていただいて、ありがとうございます。だってお互いの好きなところだよね。ブレないところ、冷静、本当に。 あと物事を全てフラットに見ているかな。そうですね。恋バナするんですか。しますよね。しますね。します。全部言いますね、むしろ。確かに、なんか本当姉妹とあんま思ってなくて、うんうんうん、家にいるずっといる友達みたいな。あ、そう。あ、でも今は今の実家じゃないからあれですけど。そうそう、でも本当そんな感じです。お父さんとお母さんどちらに似ていますか。自分で見てるとパパにめっちゃ似てると思うんだけどね。多分ミリがパパの方で私が、うん、マミーですね。石井家の家訓はありますか。家訓なくない。家訓ってさ、なんかもうなんとかドン。そうそうそう。絶対筆文字だよ。明朝体。明朝体だね。なんか書くんがないのが書くんだよねって言ってた。あ、そうそうそう。でも本当になんかこうそれぞれもうやりたいことをやりなさいとしか言われて育ってきてない、うんうん、お互いのタコ紹介をしてください。石井ミリー1993年生まれ、うん、職業は、まあ、アーティストで、はい、まあ、とにかく歌がめちゃくちゃうまいんですよ。音楽もやってるし、デザイナーさんのアシスタントみたいな仕事もしてたりとか、自分でブランドとコラボしてなんだ、ほんとアートを作ったりとか、タロットリーディングができるので占い師としてもしてるし、なんか自分の妹だけど何者って思うから周りの人はもっと何者って思ってると思う。間違いないです。そうで、まあそうだね、本当にでも多才につきますって感じ、ね、絵もうまいし、まあ、センスが本当に神かかってる。めっちゃ褒める。めっちゃ褒める。賄賂送ったみたいに怒られちゃう。めっちゃ褒めます。石井亜美さん、通称亜美シーさん。いや多分逆にみんな知ってるそれ。そっか、そっか、そっか。待って、でもみんな多分知ってると思うんですよね。本当に皆さんがいつもご覧になってるそのままなんですよ、家でも。ああ、イエーイ。なんか実はなんか家でずっとしょんぼりしてますがあんまないし。しょんぼり。いやでも本当に本当にめちゃくちゃ音楽が好き。ああ、ありがとうございます。なんか自己紹介であげるぐらい本当に音楽に日々支えられて生きてる人だなっていうのをめっちゃ思う。そうですね、そうですね、うん。お互いに勝てないなと思うことは何ですか。でもそのさっきの歌がうまい、一つあげるじゃん。あ、そっか。あ、もう歌、とにかくうまい歌。迷路快活。喧嘩しますか。喧嘩はしない。二人の思う姉妹での一番大切な思い出は。日々がプライスですよ。いや、あの、ね、これから多分できます。何それ。好きなタイプだったり好きな芸能人は姉妹で似てますか。全然似てない。マジで似てないです。まあ、だから好きな人を一人を取り合うなんて絶対ない。絶対ない、絶対ない。姉妹ってどんな存在ですか。一人っ子なので気になります。でもうちの姉妹多分特殊なんだな。特殊なんだ。いわゆるお姉ちゃん清志だ。山下清志だったら、まあ、おにぎり好きだしね。そう、いわゆるお姉ちゃん妹みたいな感じじゃなくて、まあ、ない。なんかでもなんだろう、一緒にいて当たり前っていうか、キキララみたいな感じ。キキララだったんだ。キキララってさ、え、めっちゃ実は大きいらしいんだよ。ちなみに。え、そっから知ってる。え、二人合わせて月5分だけ。え、そうなの。え、違ったっけ。え、そう、なんだっけ、月が関与してるんだ。あ、そうそうそう、なんだっけな。とりあえずめっちゃ実は巨大っていう。そう、え、それと関係あるんだ。関係ないです。次行くなら姉妹旅行はどこがいいですか。でも私はずっと行きたいって言ってるのはマチュピチュ。ああ、わかる。姉妹で、アミは知らないけど。いや、行きたい行きたい行きたい。マチュピチュは行きたいですね。でも私、まあ、ミリがもうすでに行ってるけど、そのドイツのバーンシュタイン、そうそう、お城っていうお城
あれはでも何度でも行きたいから行きましょう。私も二人姉妹なのですが、妹に全て真似されるのが嫌です。そういうことってありますか？っていうかでも私のこと真似しようって思ったことなくない？いやだから別に人のこと真似しようって思ったことがない。あ、まあまあ確かにね。そもそもでもまあこの妹さんはきっとそのお姉ちゃんを真似してる、全て真似してる。でもそれお姉ちゃんのことすごい好きってことですよね、うん、って思い、あ、別に嫌いだから真似してるじゃなくてあのなんだろう、うん、その他の趣味が違うだけだから、ね、私たちは嫌ですってこの方はおっしゃってるけど、いやでも妹さんめちゃくちゃあなたのこと好きじゃん、うん、ロールモデルが家にいるってことですね。そうか、まあ、その妹さんの似合うものを提案してあげるって感じですか。確かにこれもっとあなた魅力的に映るわよっていう、うん、そうだね。幼少期から仲良かったですか？うん、うん、ご両親ってどんな方ですか？私いつも他人に聞かれた時に言ってんのは、うん、父はピーターパンみたいな人です。あ、ミリも言ってる母はあ、なんか家を守る人って感じ。そうだね、ピーターパンを支える人。そうだね。食の好みは一緒ですか？バラバラなんですけど、その一つエピソードにいいですか？本当に私たちの趣味バラバラだって思った瞬間があったんですけど。ああ、あれか。はい、旅行行く時に飛行機に乗って、なんかこうナッツが出されたんですね。こうやってご飯前に出てくるやつって、あられと混ざってるナッツです。あ、そう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 。で食べてて、うん、何も考えずにポーッと食べてたんですよ。でミリも横でポーッて食べてて、ふと見たらその残ってるナッツ、あられみたいなやつが、私が食べていたものを全部ミリが残しててミリが食べてるもの全部私が残してたの。いやもうあれびっくりしたよね。で、っつって、もうそのままトレードだよねありがとう。そうそうそう、っていうぐらいもう真逆、うん、そう、あれはびっくりした。あれは完全に証明された ね、うん、ね。スポーツ選手になるなら何やりたいまず大前提に、私めちゃくちゃ運動音痴、ポンコツですで、なんかあのその高校時代とかに体育で 50m 走とか走るときに、なんかみんなになんか、まあ、とりあえず笑われる。あ、なんかあのなんかアメトークの運動できない芸人に多分出れるぐらい、なんか走り方が変らしくて、なんかティラノサウルスの赤ちゃんが走ってるみたいなフォーム手が出てるのかな。私はでも一生懸命走ってて、ま、でめっちゃ遅いって。スポーツ選手になるなら何の話かだからあの夢でいいんだったら、あ、そうね、めっちゃだから足速い人に憧れるから目指せボルト。私、まあ、希望を含めてフィギュアスケートですかね。あー、憧れるわ。何歳から化粧するようになりましたか？毎日絶対するようになったのは中3、高1。あ、そうね。変化が激しい時代ですが、価値観のアップデートはどうやっていますか？固定概念ガチガチじゃないタイプだからこそ、うん、そう来るならこうしようって常に思ってる感じですかね。時代もいろいろ変わるのも当たり前だから、これって決めないように、そう、逆に生きてます。好きな男性のタイプは、まあ、私絶対面白い人って言ってる。あ、 そ、 う、ね、それはあのユーモアのセンスっていう意味もあるし、うんうん、インタラスティング的な意味と、あ、興味深い。そう、あ、私マイターン、うん、でもこれ昔から言ってみんなに本当に理解してもらえないタイプがあって、写真を撮る時とかにこう静かに白目向いたり鼻に指さしたり、物を鼻に入れちゃうような人がすっごいキュンとくる。いや、いないから。いやいや、なんかすっごいキュンとくる。めったにいないから。もうみんなに本当に理解されない。いたとしてもやばい人だから、それ。いや、もう超キュン。まあ、でもずっと昔から言ってます。身長知りたいです。応援してます。159.2。168。なんで二人ともそんなクリエイティブなんですか？なんだろうな。でもないものを作ればいいっていう精神があるんですよ、多分根本的に。それがなんかうまくできるかどうかよりも、ないならまず自分で作ろうっていう考え方がベースにあるのかな。今の世の中に不満があるんだったら、その不満がどうすれば良くなるかを変えていこうって感じです。二人の似てるところと似てないところは、似てるところは まず声と、あ、声。あ、でもリアクションが似てるって言われる。そう、まあ、根本的な考え方は似てるんですけど、ミリの方が用心深くて、私の方がとりあえず行動しちゃうタイプ、うん、そうですね。なんか意外と見た目とキャラが逆なんですよ。そうそうそう、こんな金髪でマンジって感じだ結構マンジって感じだけどさ、私も別にだからといってマンジって食べるわけじゃないいや、そうそうそう、マンジを与えちゃったけど別にそう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 、なんか一見ちょっと怖いお姉さん感も、もしかしたら電車で前に座ってたら思うかもしれないじゃないですか。髪も明るいし、ピアスもめっちゃね開いてるし、なんか一昔前の言葉で言えばもう不良みたいでいや雑なんだけど思ったことないよ。いや、まあ、まあ不良だよ。そうそうそう、じゃないですか。でも変な話は私の方が中身不良不良っていうか、そうそうそう、反骨精神が、あの、そうそうそう、悪いものにノーと言おう
ていう正義感がめちゃくちゃ強い。謎のジャンヌダルクみたいな感じ。謎の、はい、そうなの。意外にまろやかな。そう、まろやかです。ミリの方がまろやかです。2人の音楽、うん、服の趣味は一緒？似てる？じゃあ音楽から。あ、まあ、似てる、似てけど、けどもミリの方がでもチルっぽい音楽聞くよ。あ、そうですね、結構まったり系。そうだね、モスキー。アミの方が魂を揺さぶられるロックみたいな。そうそう、うわーみたいな。そう、目のバグを見てる。だから2人で毎年フェスに行くんですけど、絶対的に譲れないアーティストがいる場合はもう現地で、うん、もう、じゃあ、後に会いましょうって解散して、1人で最前ですとか見てる。そう2人でそれぞれのアーティスト見に行ったりします。で、まあ、服の好み、まあ、違うよね。違うけど、でも逆に自分が持ってないのを持ってるから借りたりします。うんうんうん、お互いしか知らない一面があれば教えてほしいです。視聴者さんが知らない私に。アミ情報。あ、知ってるのかな。野鳥がめちゃくちゃ好き。あ、一回行ったことある。あ、じゃあダメだ。そっか、これも行ってるんだっていうか。一回ね、自己紹介動画で行ったことありますけど、まあでもみんな知らないと思う。あの、鳴き声を聞けば野鳥の種類が分かるぐらい野鳥が好き。そうそうそう、お互いしか知らない。あ、あのね、え、何言われるの、めっちゃ怖いね。あのね、電話が苦手すぎて。あの、別に友達からかかってくる電話は取れるんですけど、レストランの予約とかの電話が本当にかけらんなくて、もう台本を毎回書いてます。バラされてしまった。そう、もう脚本を書かないと。そう、希望時刻とかも、あの、断られてパニックっちゃうから、あの、第一希望何時、第二希望何時っていう、第三希望ぐらいまでは書く。すごいな、それ。もう怖いのよ、もう何言われるか分かんないもん。いらっしゃいませなと、もうどう出てくるか分かんない。いやいやいや、パニクっちゃうから。むずそれ。お互いのちょいヤバエピソードありますか？あー、ちょいヤバ、私にとってはドキっていうちょいヤバね、はあ、は、その先ほども野鳥のお話はしたんですけど、虫もめっちゃ平気っていうか好きなんですよ。例えば出かけた先とか旅行とかで、なんか草原とか行った時に珍しい虫に出会うと、その家族の LINE で動画とかで共有してくるんですけど、めっちゃ動いてる虫とかが表示されるっていう、私の中の超ヤバいエピソード。そうですね、まあ、虫が好きなんで、いると興奮して家族 LINE に送っちゃうんですよ。この虫いたよみたいな感じで。で、うちと父が虫が好きなので、わー、この虫がいたんだねみたいな感じで、あの、家族 LINE に盛り上がるんですけど、ね、まあ、それにいちいちミリがビビるっていう。そう、あ、ミリのヤバいエピソード、あのね、物をしょっちゅうどこかで置いてくる。なんか本当に、まあ、よく海外旅行に行くんですけど、移動した先々で携帯ほっぽってったりとか、なんかなくすんですけど、でもなぜか全部出てくる。そうなのよ。でも本当に、まあ、学習しなきゃいけないんだけど。いや、本当にそう。最後、高校卒業後、好きなことを仕事にして生きていきたいです。今やるべきことは何だと思いますか？いや、でも高校時代にしかできないことを逆に全力で今やった方がいいと思います。大人になってできることは大人になってできるから、部活だったら部活だし、アルバイトだったらアルバイトでもいいと思うし、まあ、勉強もやっといた方がいいと思う。勉強ができる環境って逆に素晴らしい。いやそうなんですよ。今になって勉強はめちゃくちゃしたくなるし、そうそう、世界史とか日本史の良さを今分かる。授業はたるいなって思うと思うけど、ってか、まあ、当時思ってたりしたけど、うん、だってめちゃくちゃ詳しい先生が自分に教えてくれるんですよ。確かに。そんな楽しいことない。確かにね。そう。あ、そうそうそう。制服デートよ。はぁ、確かに。制服、こんなやったら夢の話だけど。そうなんだよね。制服デートは確かに。制服デートはめっちゃいいなって思いますよ。そうね。じゃあ真面目に言うと。いや、でもな、やっぱ、まあ、でも本当に授業を能動的に自分から受けるっていうのは、それだけで全然。大人になってから教養的なものも絶対違う。そうね、イベントごととか行事を全力で没頭するとか、もう本当そういう感じ。そうね、体育祭とかね、うん、どんな分野も全力でやればって気がします。はい、そんな感じで石井姉妹の質問コーナーでした。またなんか石井姉妹にやってほしいこととかあったらコメントで教えてください。で、ミリさんの SNS およびそのタロットリーディングをしている占い師としての一面で、はいはい、あの、毎日ノートにその日のこうタロットと、あの、言葉を伝えていて、それがめちゃくちゃおすすめなんですよ。私一読者として毎日ミリの占いを楽しみにしてるんですけど。ありがとうございます。なんかそう、はい、なんかそう、宣伝みたいになっちゃうけど、めちゃくちゃそれ私本気でおすすめなので、ぜひそのね、ミリのノートも覗いてみてください。毎日見てるんで。そう、この動画を楽しんでいただいた方は高評価ボタンとぜひチャンネル登録もお願いします。また次回の動画でもお会いしましょう。アミシーとミリシーでした。バイバーイ。